先生、ありがとうございます。私からは、先ほどから何回か出てきました、日本が作った気候変動のデータベース、D4PDF について、簡単に紹介したいと思います。はい、次お願いします。D4PDF の特徴ですけども、これまで10年以上前は、平均気温とかですね、そういうものを対象としていましたが、D4PDF は非常に5000年以上の、現在と過去の積分を行いまして、極端現象の評価が可能となったというのが一つの大きな特徴になっていますね。今日も様々なセクターでですね、非常に活用されているのを見聞きしまして、非常に驚きつつ、非常にいいケーススタディができているんだなということを納得しました。で、D4PDF の特徴は、全球ですね、地球全体を水平60キロのメッシュでカバーしつつ、日本全体もより高解像度の20キロでカバーしているという、2つのセットになっているのも特徴です。で、ちょっとわかりにくいですが、右にありますように、薄い、スカイブルーが、実際に相当する過去再現。で、非温暖化ですね。温暖化がもし起き、これまでの温暖化が起きていないもの、1.5度、2度、4度というふうに、定常な地球全体の平均気温を考えながら、将来、どういうふうな変化が起きるかというのを、ターゲットにしたものになります。で、もう一つの特徴は、これ、オープンデータでして、先ほど、文科省からご紹介ありましたように、ディアスによって公開していまして、商業利用も OK という特徴もございます。で、これ2016年前後に作りましたが、設計の段階から気候学のモデラーと、我々のような影響評価の研究者が議論して、いろんなところで使えるようなデータということで作ったものになります。次、お願いします。で、いくつかサンプルをご紹介しますが、これ横軸が再現期間で、縦軸が降水量で、東京のある場所の年最大日降水量を示したものです。で、青色が現在で、赤がプラス4度の将来を示しています。で、これも一般的な気候変動予測ではですね、せいぜい2、30年に1度のイベントをしか推定できませんでした。で、かつその予測レンジ、不確実性ですね、幅も大きかったんですが、5000年から6000年積分していますので、10年から100年ぐらいですと、かなり、不確実性の幅、特にその、積分時間が短いことによる不確実性の幅っていうのはかなり低減できたというようなデータになっています。次、お願いします。で、さらにですね、極端現象で日本にとってかなり重要な台風についても、個数が、減るとかですね、強い、個数は減るんだけども、来る台風の中で強い台風が増えるという、相反するような、リスクにとって相反するような話ですが、ここにつきましても、定性的に増える減るだけではなくて、何個減る、何パーセントの確率で強い台風が増えるとか、そういう量的な評価が、こういう台風のような極端現象についてできるようになったというのも D4PDF の特徴になります。次お願いします。で、あと、先ほどいくつかありましたが、我々のアカデミアの方でも様々な河川、水資源、高潮等の、あと風害ですね、の評価も行いつつあります。で、これは一つの例でして、例えば真ん中にありますように、荒川流域で何年に一度の、洪水が、現在から将来ですね、青から赤にかけて、何立米パーセック流量が増えていくのかというような確率評価が行えるようになりました。で、これはにつきましては、もう今全国展開していまして、様々な流域で、現在から将来どういうふうに変化するかというのを調べています。いくつかの、特出しの領域では、浸水リスク評価ですね。この場合は直接被害の、ダメージ評価、右の赤い欄に示していますが、江戸川の場合ですと、現在から将来に向けて、どれくらい直接的な経済被害が変化していくかというような評価も行えるようになってきました。次、お願いします。で、D4PDF は、様々な、極端現象、リスク評価にできる、活用できる段階になってきています。今日時間がないので、非常に簡単に示しましたが、熱波、
水資源、風水害を含めてですね、10年から数百年に一度の、災害が、およびリスクがどういうふうに現在から将来変化していくかっていうのを確率情報をもとに、提案できるようになってきているということです。で、現在、これは文科省の、統合的気候モデル行動化プログラムという昨年度までのプログラムで作りましたが、現在、次の世代のプロジェクト、文科省の先端気候変動予測先端研究プログラム、PD は秋元先生ですけども、ここで、アジア、日本をカバーする気候変動予測影響評価っていうのをさらに展開しつつあります。で、さらに、今日、主催の文科省、文科省環境省をはじめとする実務省庁、さらに、損害保険会社、その他の民間でも活用が始まっています。で、我々としては、DFPDF の次世代データセットというのの設計を今始めているところでして、今日、非常に勉強させていただきましたが、気候予測科学と社会の密接なリンクというのが必要なんだなということを、まさに実感したところであります。私からは以上です。